はい。皆さん、こんにちは。マンダリゲルビジです。では、今回は、アーソバイアン4、ガンダム一年戦争モード、地球連邦軍プレイの続きをやっていきたいと思います。で、今回のプレイでは、連邦軍でモビルスーツを使わずにジオンに挑むというコンセプトでやっておりますので、引き続きモビルスーツなしで、ジオン軍のモビルスーツ、ザク、グフ、ドム、ゲルググに対抗していこうと思います。ジョン軍はすでにですね、グフを戦線に投入してきているので、非常に厳しい戦いが続いていたんですが、前回ですね、ビッグトレイを開発して、ジオンのザクに対抗する強力な師団を編成しました。まあ、その師団簡単におさらいしておきたいと思います。それがこちらですね。対 MS 機構大隊ということで、ご覧のような編成です。まずは、歩兵の小隊を2つ、さらに主力戦車、対 MS 自走砲、そしてビッグトレイというこの編成になっています。で、もっともっと強くしていくためにですね、ビッグトレイ、自走砲、主力戦車、このあたりは改造してですね、グフの次に出てくるであろうドム、そしてゲルググに対抗できる師団へと、順次改造をしていきたいと思います。で、今回の目標なんですが、まずオデッサですね。前回オデッサ、奪還するためにね、軍を一気にググッと前に進めてきましたけども、今回はいよいよこのオデッサを奪還すること。そして、北米大陸では、キャリフォルニアベース、まあ、カリフォルニアですね。ここを奪還。最終的にはニューヨークまで迫れればいいかなと。いうふうに思っています。では、早速時間を進めていきましょう。まあ、残念なことにですね、宇宙はもう、ルナ2を放棄することを前提に考えています。で、宇宙はですね、まあ、ジオン軍は、いわゆるドズルの宇宙攻撃軍かな、それにキシリアの突撃機動軍。まあ、二つあるんですけども、リハーサルではですね、ドズルがですね、このルナ2に攻め寄せてきて、もうどうにもこうにも守りきれないというところでした。まあ、リハーサル何回かやっていろいろ手を尽くしたんですが、いずれの場合も残念ながらこのルナ2を守りきることができなかったので、ルナ2はもういっそのこと放棄して、地球をね、まず、しっかり抑え、ジオンを排除していくと。いうことをね、やっていきたいと思っています。では、陸軍の経験値が少し溜まってますので、主力戦車を改造していきます。で、改造できる項目はですね、ご覧のように主砲、エンジン、装甲、信頼精度、4つあるんですが、まあ、攻撃力を増すのであれば、もちろん主砲。で、速度を速めるんだったらエンジンを。で、防御力を高めるのであれば装甲。で、まあ、耐久力、整備力、まあ、このあたり高めるのであれば信頼性をというところなんですが、まあ、エンジンはね、他の師団の編成に入っている部隊との兼ね合いもあるので、まあ、上げてもあまり効果的ではないと思うので、ここはね、主砲を、まあ、改造します。これで、主力戦車を強くしたというところですね。同じようにですね、ビッグトレイもですね、これ魔改造しましょう。手法大改造。そして同じ要領で対 MS の自走砲ですね、これも手法の威力をガツンと上げましょう。これで、対モビルスーツ戦にね、さらに威力を発揮してくれるかなという期待ですね。特に今、ジュンは、ザクとグフがメインですけど、この後ドームが入ってくると、火力も上がるし、足も速くなるしっていうところで、まあ、苦戦がね、予想されますので、できるだけね、まあそういったドームとか、さらにこの後出てくるであろう、ゲルググとか、に対抗できる戦力を用意しておきたいと思っています。ちなみに今、カリフォルニアベース。ここの奪還に成功してますね。
このまま北米戦線は進めていきましょう。ここでジオンが月面都市ホンブラウンに宣戦布告しています。もうこれを助ける術がないのでホンブラウンもね見殺しにせざるを得ないですね。地球の王の戦線はですねもうすぐオデッサの奪還ができそうというところまで迫ってきてます。このままオデッサをね、まあ、しっかり確保して反攻作戦に備えましょう。オデッサの奪還が完了してます。まあ、オデッサを奪還したとはいえまだまだ連邦もね、油断できるような状況ではないので引き続きここはですねヨーロッパ一帯オデッサ一帯、そして東アジア一帯をですねジオンから解放取り返していきましょう。ホンブラウンがグラナダに、まあ、併合されたということで、まあ、事実上ジオン軍の支配下に入りましたね。まあ、連邦宇宙軍によりね、反攻作戦はまだ少し先になりそうです。まあ、ただ地上での戦いというものについてはご覧の通りですね、もうだいぶ巻き返して今や状況は我々の方に有利に傾いてきているというところですので、このまま頑張っていきましょう。でこの先はですね海軍を少し強化していこうと思っています。なので研究枠は海軍中心に一気にですね、ここで海軍を強くしていこうというふうに思っています。ジオニック社がアナハイムを買収か。まあ実際にはね、まあジオン軍が敗北してジオニック社自体がなくなり、ジオン系の技術者エンジニアはねアナハイムに行くわけなんですけども、ここでは逆転現象が起きてますね。これも今のうちだ。すぐに形勢逆転に持っていきましょう。はい、研究枠の方ですがコアファイターの後コアブースターに入っています。マルチロール機をね、この後は中心に研究、生産していこうと思っています。なので、空軍はマルチロール機、全体で見た場合は海軍ということでね、陸軍から空軍、海軍へと研究枠の使い方をね、変えていこうと思います。だいぶね、状況好転してまして、全体で見た時もこんな感じですね。ヨーロッパはもうほとんど奪還したというところですね。でアメリカ大陸の方もニューヨークに迫ろうかという勢いになってきてます。これでしっかり戦っていこうというところですね。はい、ではまた陸軍の経験値溜まってますので、改造を加えていきましょう。どん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 戦車ビッグドレイ、対 MS 自走砲、このあたりをね強化していこうと思います。ではまずは戦車から、今マーク1ですけどこれマーク2に変えていきましょう。もう手法はプラス5のマックスにしてありますので、今度は装甲を厚くします。同じ要領でですねビッグドレイ、も魔改造に手を入れていきましょう。走行を上げた後、そうだな、信頼性もちょっと上げときますか。バランスをとって最高速度がね遅くなっていくのはしょうがないですけどね。はい、北京を奪還していますが、まあ、イベントとして、ジャブローより打ち上げた我が艦船が再びジオン軍に襲撃を受けたというふうになってますね。まあこれもイベントだと思います。実際にはまだ連邦宇宙軍をね、再建する段階にはなっていませんので、まあ、こういうイベントがあるというところですね。この先はですね、やっぱりアフリカ大陸、エジプト、インド、オーストラリアとまだまだ奪還しなきゃいけない拠点たくさんありますので、ある程度地上戦をね、こなしつつ、まあ、宇宙へ進行する機会というのを伺っていければいいかなというふうに思ってます。
はい、北米戦線のすごく順調に来てます。もうすぐニューヨーク、まあ、ニューヨークですかね、ガンダムの世界でいうところで迫っているというところですね。研究枠の方ですが、コアモンスターの2、これの研究に入っています。かなり強くなりますね、コアモンスターの2。まあ、コアファイターだったものだと、まあ、例えば対空攻撃、制空力、このあたりの数字見ると36の1なんですけど、これがジェットコアモンスターになると、まず対空攻撃が桁が変わって145です。むちゃくちゃ強くなりますね。あとは作戦領域もね、倍の2800という形ですごく増えてきます。なので、これのね、発展型であるコアブースター2、これの研究が終わったらですね、一度海軍の方に全振りしてですね、母艦、潜水艦、潜水母艦、あとはもちろん、ミサイル駆逐艦、ミサイル巡洋艦、あとはね、付随した装備を研究していこうかなというふうに思っています。で、宇宙もこの先戦いがね、激化していくということになると思うので、まあ、モビルスーツ扱いになってますけども、まあ、ボールはね、ちょっと作っていかざるを得ないので、ボールの生産はそろそろ始めようかだと。もちろん、宇宙戦艦としてはサラミスとマゼランですね、これを少しずつ研究できるチャンスがあれば研究をねしていこうかなというふうに思っています。ここがね、いよいよ連邦軍が反攻作戦を開始して、序盤苦しかったもののビッグドレーがかなり当たりましたね。ビッグドレーで、すごくねいい感じに戦えているのかなというところですね。ニューヨークにはそれなりの部隊がいるね。これを潰せるとだいぶ違うよな。となると相手のこのね、部隊を一気に削っておくという作戦でいきましょうか。まあ、ニューヨークはね、何度かお話したことあるかもしれませんけど、新婚旅行でね、ニューヨークの街歩きちょろっとしましたね。だからもう新婚旅行で言うともう7年前とかかな。すごく昔のことになっちゃいますけど。でね、ティファニー本店とか行きましたね。まあもちろん何も買わなかったですけど。5番街ね。そういうお話をしていると、ヒマラヤ級、これは空母ですね。そしたら、ミサイル駆逐艦モンブラン海の研究を始めましょう。この先は特にですね、すごく重要になってくると思うのが海軍なんですよね。そして宇宙軍なんですよ。今ご覧いただいている通り、地上戦に関しては今の師団編成で十分に戦っていけるというのが分かったので、あとはこの先海軍、宇宙軍、ここをね強化していかなければいけない、重点的に強化していかなければいけないね、ポイントになってくるのかなと思ってます。はい、ついにニューヨークまで奪還しました。これジオン軍どこに拠点移ったんだろう、なんかすごく気になりますね。アフリカとかはまだ全然手つかずだし、オーストラリアも手つかずなんですけど、オーストラリアではなさそうですね。うん、エジプト、アデン基地、ここにジオン君の拠点が移ってますね。エジプトの方はまだ遠いんですけども、それでもヨーロッパ、オデッサを攻略した部隊がね、徐々に迫っているので、そしたら次回はですね、このエジプト攻略に向けてしっかりと準備をしていきたいと思います。いや、ビッグトレイのこの師団かなり強いですね。これでゴリゴリ押してザク、グフ、倒していきましょう。まだドームはね、配備されてないんで、ドームが出てくると、この足がすごく遅い、時速10キロでしか動けない、この対 MS 機構大隊、バーサス、時速80キロオーバー。エースが乗ると100キロを優に超えてくるドーム。このね、戦い、見物になるかなと思います。
では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。